コンタクト入れてきます。 2 hours later。 こんにちは、こんばんは、ネムネムボーイのたくみです。はい、ということで今日はですね、ずっとやってみたかった僕の普段の一日に密着したいと思います。イエーイ。いやね、もう寝起きすぎてね、テンション上がらんわ。ということで、今日は大学がある日なので、ちょっと朝の準備をしていきたいと思います。ただいまの時刻は8時40分ですね。ということで僕はちょっと今からシャワーを浴びていきます。毎朝シャワー浴びてるので。ということで、しばしお待ち。はい、ということでお風呂入ってきました。以前あげたモーニングルーティーンの動画でも説明してると思うんですけど、大体シャワーを浴びてから学校に行ったり、まあお外に出かけたりしてます。で、ただいまの時刻が9時ですね。お風呂入って、まあ、スキンケアしたりとか、着替えたりして、まあ今9時ぐらいです。こっから、ご飯を食べて、身支度をして、だいたい起きてから40分ぐらいで、お家を出ます。ということで、ご飯を食べていきます。ご飯はね、前のモーニングルーティンの動画でも紹介したんですけど、本当に、家にあるものを食べるっていう感じなので、移すまでもないかなという。普通に家にあるパンとか、ヨーグルトだけとか、まあ、結構そういう感じ、バラバラ。食べない日も全然あります。僕はどっちかっていうと、ご飯よりシャワーを優先しちゃうので。ってことで、今からじゃあご飯を食べていきます。また後で。はい、ということでご飯を食べてきました。ということでご飯食べたので、あとは身支度をして出かけたいと思います。はい、ということで、一通り準備が終わったので、今から学校に向かいたいと思います。で、学校の今日の授業が、昼からなんですよ。で、今の時刻が9時半くらいなので、とりあえず学校の付近まで行って、カフェでちょっと編集とかをやらなきゃいけないことを終わらせてから学校に向かいたいと思います。ということで、とりあえず電車に乗っていきます。とりあえずカフェで編集し終わったので、今から学校に向かいたいと思います。ということで、学校まで移動していきたいと思います。いつか。はい、ということで学校が終わったので、今日はね、ひなりと夜ご飯を食べる予定があるので、渋谷まで向かいたいと思います。で、渋谷で軽くお買い物とか編集したりして、ひなりを待って、その後夜ご飯一緒に食べに行きたいと思います。ということで、しばし買い物。ということで、ひなちゃんと合流しました。自己紹介をしてください。ひなちゃんです。お疲れ様、お仕事ありがとう。ということで、お仕事終わりですが、ご飯を食べたいと思います。軽いご飯だね。